そういう課題を抱えていよいよ選挙戦に入ります。実は去年夏の総選挙、菅直人さんが2回応援に来てくださいました。で、菅さんが大山の事務所に来てくださって、一番最初に会話を交わしたのが新宿の小さなバーの話でした。あそこはよく行ったよねっていう話でした。で、実は私は1977年に東京にやってきて、新宿のゴールデン街というところにフラテっていう小さなカウンターだけのバーがあったんですよね。で、そのフラテという店が少し場所を変えてゴールデンダストという店に移りました。で、そこによく菅さんが夜やってきてお酒を飲んでおりました。そういう庶民的な新しい総理大臣。そしてそのゴールデンダストというお店が今銀座といってもいろんなところがあって、バスへの銀座もいっぱいあるわけですけども、そのあるバスへの小さなバーに菅さんがやっぱりいらしてる。今更新しい店見つけられないよねなんて菅さんおっしゃってました。で、その菅さんが去年政権交代が実現をした時に、その小さな小さなお店の一角であるジャーナリストと話をしておりました。こういう話です。この民主党の新政権が10年続けば本当に革命的なことができるよねっていう話なんです。去年から8ヶ月民主党の新しい政権が始まっております。そしてそういう思いを抱いた市民運動出身の菅直人さんの所信表明演説を含めて、これから新しい経済成長戦略も含めて様々な試みがなされると思いますが、しかし同時に初めに戻りますけれども、政治を支えるのは私たち一人一人主権者の力です。だから私たち主権者一人一人が民主党頑張れ、しっかりせよと厳しい目で、そして温かい目で育てていかなければならないというふうに思っております。私たちはそういう時代に生きているというふうに思います。で、私は本当に昔大好きだった日本でも有名な哲学者小西洋介さんがいつも言っていた言葉を常々思い返します。現在を歴史として見なければダメだよって小西洋介さんという哲学者が言っておりました。現在を過去として見る、現在を過去として見なければダメだよっていうふうにおっしゃってました。哲学者だからなんか難しそうなことを言ってるなと思いかもわかりませんが、難しいことではないんですよね。だからどうしても歴史っていうと昔の明治維新とかそういうものを今にどうこう生かしていくのかっていう、それはもちろん大事なんだけども、だけど現在を過去として見るという哲学的な視点から見れば、50年後あるいは100年後そこまでいかなくたって10年後の日本から見れば、昨日が今日がそして明日が歴史なんです。だからそういう意味では私たち主権者一人一人が歴史を作っていくんだということを本当にかみしめて頑張っていかなければいけないというふうに思います。で、5月31日憲政記念館で出版記念会を催させていただきました。今日おいでの方々の中にも来てくださった方々いらっしゃいます。で、なぜ5月31日に憲政記念館で出版記念会をやりながら、この6月12日にこの大山、板橋の大山でこの集会を開かせていただいたかといいますと、やはり去年の夏の総選挙でこの場所で投票所に皆様方が足を運んでくださって、11万3988人の方が有田というふうに書いてくださった、あるいは今日朝の都議も来てくださっておりますけども、あるいは練馬区からも来てくださっておりますが、練馬区に暮らして33年、やはりこの板橋と練馬というものを大事にしなければいけないという思いがあって、まあ、今日この場で集まりを催させていただきました。で、今日は北海道から、そして新潟から、そして後援会長愛知から、そして京都からも駆けつけてくださっております。で、そもそも先ほど私がずっと語ってきたことでご理解いただけるというふうには思いますが、私はたまたま人生後期の仕事として先ほど語ったようなことを一生懸命頑張ってやっていかなければいけないというふうに思っておりますけども、これは皆様方におみこしの上に恥ずかしながら乗せていただいて、そしてみんなと一緒に、皆さんと一緒に進んでいくことに他ならないというふうに本気で思っております。つくづく去年の選挙、そしてそれ以降ずっと思っているのは、一人では何もできない、そのように本当に思ってます。で、日常的に事務所でも、あるいはその周りで有田芳生を支えてくださっている方々、そして今日お見えになっていなくても全国で有田芳生を支えてくださっている方々で、家族も含めて、私一人では何もできないものをですね、
おみこしに乗せて、頑張ってくださるということは、今度の夏の参議院選挙全国比例区で勝利するということは、私の勝利であると同時に皆様方の勝利になるんだということをぜひともご理解いただいて、あとしばらく1ヶ月後の昨日にはもう投票日開票が決まっておりますので、あと1ヶ月全力を尽くして頑張りますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。